はいどうもコミです。さて本日もボブソンファミリーさんからお届けしてまいります。つむきみさんのファミリークランですね。で今日はタンホール13のディガホグなんですけども、実は今タンホール14でも結構ディガホグが流行ってきてます。まあ、特にあのボブファミさんというかつむぎ組さんにはこのディガホグが上手いプレイヤーが何人もいるので、まあ、そういった意味でも僕がこう目にする機会が多いんですけども、昔はねタンホール14だとそのタンホールの爆破ダメージとかその後のポイズン効果ってみんなやられちゃうから、もうディガホグ強化されたっつってもちょっと使えないよねみたいな雰囲気が一瞬流れたんですよ。一瞬だけど、だいぶそれも皆さん慣れてきて、そこをね突破できるような形でタンホール14でも流行ってるんですね。なんでタンホール13で当然強くて無双級と言われたディガホグが復活して流行らないわけがないということで、今日はねタンホール13でも14でも使えるこのディガホグを見ていこうと思うんですけども、特にリスクの少ないディガホグの、進め方というのもね見ていこうというふうに思います。リスクが少ない、まあ、どういうことかっていうと、これやっぱクイヒーっていう戦術を使うのでやっぱりね難しいんですよね、クイヒーって。まあ、まずは、そのリスク云々関係なく、まあ、よく見られるディガホグが強いと言われる形を見てもらおうと思います。これ、ショゴさんのアタックですね。で、ここの壁を開けていきながら、さらにここの壁も開けていって、マルチインフェルノまで狙っていきます。さらに、防衛軍も潰していくという形ですね。で、ディガホグはこの面からタウンホールにかけてガーンと決めていくっていう、またこうなんですけども、タウンホール13の場合って、まあ、ディガホグがタウンホールを取る、まあ、ディガホグパートでタウンホールを取るっていうのはそんな難しくなくて、爆破ダメージにきっちり遠回せれば、まあ、どうってことないんですよね。で、まあ、それを当然わかってるんで、チョコさん、このルート選びをしてるわけなんですけども、とはいえね、クロスボウからダメージ受け続けて、で、マルチインフェルノもあって、で、さらにこれで防衛軍とこう当たるわけじゃないですか。ラバーハウンド、さらにスーパーガーゴイルドがいる。まあ、こうなってくると、さすがにきついんですよね、これ。スパカゴにきっちりとポイズンを与えて、で、スパカゴは焼き切りながらの、レイジをかけた状態で、アーチャークイーンが、パピーを処理するという格好ですね。ただ、アーチャートをクロスボウ、マルチインフェルノからダメージ受けてね、これもやばいということで、一回フリーズを使ってリセットかけます。でもリセットかけても全然ね、まだまだやばいんですよ。なんでクロークも吐いて、ここでもうアーチャークイーンのね、延命にもう全力を注いでいるわけなんですけども、さあ、ここからディガホグパートが始まりますね。これで一旦アーチャークイーンがクロスボウのターゲットを外れて、一旦小休止することができてますね。で、ここ、ヒールをしっかりかけて、爆弾とかのダメージを抑えながら、タウンホールを壊して、爆破ダメージが入るところを見計らってトームをかけることによって、しっかりとディガホグを生き残らせてます。外周部分に関しては、キングと投下兵士ですね。これを使って、外周部分をこうカットしていくことによって、この辺ですね。ディガホグたちが真ん中に入っていくようなルートっていうのをね、こう願いてます。投石機をしっかり狙ってほしいというね、これね、思いがありますね。ここに向かっていってほしいと。で、アーチャークイーンは壁を殴り開けて、さらにこのイーグル砲の方まで壁をどんどん殴っていこうという構えですね。最後までしっかりアーチャークイーンが生き残っているんで、これが非常に強いですね。さあ、ディガホグもさらに投石機を倒しての、破壊を伸ばしていこうというところ。これ、投下兵舎からね、遅れてくるディガホグのホグ。ですね、このホグが遅れてくるんですけど、こいつが強いんですね。今1体しかいなくなっちゃってるけども、レベルマックスのホグが遅れて登場することによって、大体ホグライダーってディガーの前にこう出るんですけども、でいなくなっちゃった頃合い見計らってさらにこう強いホグを補充するようなイメージですよね。これができるので投下兵舎型っていうのは、まあ、ディガホグのもう一番やるんだったらこれをまずやれるかどうか考えるっていうね、鉄板パターンになってるわけなんですけども、まあそれだとやっぱね、今のチョコさんみたいにクイヒーパートの負担がだいぶ増えるんですね。難しいんですよ、やっぱり。なんで今日紹介するのは、ちょっとこれを簡単にできる、tips みたいなところをね、お話ししていきたいというふうに思います。では見ていきましょう。これですね。はい。で、これの何が tips なのかっていうと、はい、ですね、この部分ですね。速攻で出てきます。速攻で、はい、これです。これです。ここ突撃艦で、投石機を潰しながら援軍を釣るっていう、ここですね。これがね強いんですよ。で、この突撃艦には3つの意味があります。3つの意味。1つの意味は、投石機、まず、壁の中にあって届きにくい投石機をしっかり潰すという意味。
で、2つ目の意味はこれを潰すことによってこの周辺のサイドカットを行うことによってアーチャークイーンがしっかり狙った方向、タウンホール側にこう進んでますよね。これができるようになるということ。で、さらに3つ目は今アーチャークイーンが防衛軍を楽々処理してますよね。これ流れの中で防衛軍処理しようと思うと、さっきのチョコさんみたいにすごいね、高火力帯で処理することが起こり得たりして危険なんですよ、だいぶ。でもこれを釣り出して処理できちゃうから、突撃艦イエティからの、ね、ディガホグっていうのは結構ねリスクとしては低いです。あのやりやすい形の1個だと僕は思います。まあ、自分もタウンホール13でもディガホグ結構使っていたんで、まあ、そこら辺の経験はね、まあ、そこそこあると思って喋ってるんですけど、ただ一方でこれが難しいのはですね、時間切れが起こりやすいんですね。本当に起こりやすいんです。アーチャークイーンの延命に関しては今言ったような理由で割と延命できるんですよ。なんですけど、援軍処理だったり、あと序盤のそのイエティ突撃艦イエティパートで、まあ、数十秒間使っちゃうことによって、あのその間ですね、あの流れの中でこう援軍処理とかするとどんどんディガホグとかを先に出してとかいうことができるんですけど、それができないから結構苦労するんですね、時間巻くのに。なのでそこがちょっと注意点ですね。あとさっき言った投下兵舎から遅れてくるホグライダーがいないので、はい、これこの時点でホグライダーがみんないないですよね。ディガーだけになってます。なのであえて、まあ、今回マツさんはホグライダーの数多分減らしてましたね。でディガーを多めにすることによって序盤はホグライダーに仕事してもらうんですけども、終盤に関してはもうディガーが、密集して押していく形を想定しているので、あえて多めのホグライダーというのを持っていかずに、もう終盤のディガーの伸びに期待するような編成にしているというところがね、これ面白いなと思いました。お見事ですよね。で最終アーチャークイーンしっかりと、ヒーラーを引き連れてクイヒーの形を崩さずに全開まで持っていくっていうね、うまいですね。はい。でちょっとね、もう一個、ディガホグをする場合のポイントがあって、そこをね、見てほしいと思います。ちょっと2倍速で序盤進めますね。まあ、こんな格好で、突撃艦でイエティ、中に入ってるイエティで、レイジはこれ温存しましたね。宝石を潰しながらサイドカット、ヒーラーがあわや、ちょっとね、バルキリーについて危なくなってましたけども、アーチャークイーンに戻ってきて、しっかりと防衛軍も処理しながら、アーチャークイーンは狙ったタウンホール側に行くと。施設の破壊、サイドカット、防衛軍の処理全部終わってますね。うまいです。でこの部分もしっかりねカットをしておくことによって、アーチャークイーンは壁の中に誘導されるように入っていくという格好を作ってますね。オイウォールブレーカーもお見事で、ここです。ここディガホグっていうのはディガーをまず出して、ディガーが最初は小型のターゲを取ってますよ。こういう風に一番手前の防衛のターゲットを取ったところらへんでホグライダーを出していくっていう風にする必要があります。なんでかっていうと、今ここ見てほしいんですけど、ホグライダーとディガーがあの同じ層にいますよね。でもこれがちょっと見ていくとね、あのディガーとホグライダーがね、層分かれちゃうんですよ。先行するんですね、ホグライダーがこんな感じで。ほら分かりますかね、ここね、今ディガーはこの層にいますよね。でもホグライダーはこちら側の層にいるわけですよ。一層前に出ちゃうんですね。なので必ずこうなっちゃうから、先にディガーを出して、でホグライダーを後を置いて出していくっていう、ディガー、グランドウォーデン、ホグライダーっていう順番で出していくのがすごく重要なポイントになります。さあ、まあ、Tips1 個挟んだところで、これタウンホール14でもね使えるっていうところをちょっとぜひ見てほしいんですけど、これクリリンさんがめっちゃうまいんですよね。この方夜村もうまいし昼村もうまいし、もうクラクラの申し子的な感じがするんですけども、今回はね、クイヒーホグですね、ディガーは使っていません。まあ、ディガーを使う1個の理由は、間のヒーローの処理がしやすいっていうところにあるんですね。なんですけど、今回のケースは、突撃艦を当てて、この辺の、投石機クロスボウにイエティをぶっ刺していく。で、援軍も釣りながら、アーチャークイーンを澄ましていくっていう、まあ、さっきのパターンですね。今度はレイジをかけてしっかりと潰します。これ、体力高いんで、レイジないと壊せません。で、潰していって、で潰していって、アーチャークイーンはきっちりここですね、相手のラバーハウンドと火力の低いところで当たってますね。うまい。で、ポイズンをかけてラバーパピーを処理しながら、これからアーチャークイーンのルート、ここに入っていくんですけども、そうすると相手のキング、アーチャークイーンを倒すことができます。でこうなってくると、残った、脅威はこのロイちゃんだけなんですね、ホグライダーにとって。まあ、ホグってご存知の通り防衛施設だけを狙うので、こういうキャンプとか、まあ、ストレージはもちろん、相手のヒーローすらも素
素通りして防衛だけ殴り行くんですよ。ガリ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 、すごいね、もう狂ってんじゃないかと思うぐらい防衛に執着するユニットなわけなんですけども、言ったいところがあるから相手のヒーローをねしっかり処理しておかないとホグが全部やられちゃいます。でタウンホール13、14ではロイヤルチャンピオンがいるので、今回みたいにキングとクイーンをクイヒーパートで処理できちゃう場合っていうのはディガホグではなくホグっていう方法も使います。まあ、なんでね、あのディガホグにすることによって、割とね、この面で進みやすいっていう利点もあったりします。こういうふうに、出したときに、この面で進めるんだったら、こういうふうに攻めていく。ホグレードの場合どうなっちゃうかっていうと、こういうふうになんかね、点で攻めていっちゃうんですね。要は、ターゲットの種類がホグライダーってみんな一緒だから、1点に集まりやすいんですよ。2点に分かれにくいんですね。ディガーよりも1点に、ほら、これみんなこのアシャトに集まるじゃないですか、こういうふうに。1点、1点に集まるんですよ、こういうふうにね。なんで罠もめっちゃあのまとまって踏みやすいし、投石とかウィットのダメージもまとまって受けやすいんですけど、まあ一方で固まってるからヒールガンガン打っていけばそれなりに生きるっていうところはありますよね。でアーチャークイーン、クイヒーの形は取れちゃいましたけども、ここでグランドウォーデンがレイジからのトームを使っていって一気に攻略をしていきます。相手のロイヤルチャンピオンは味方のロイちゃんが殴っていく。ストライカーをね、予備で加えてますけども、まあ問題ないですね。ストライカーなくても余裕でいっちゃいましたね。でレイジ状態で高火力帯を一気に突破して、ホグライダーにレイジプラスホームが乗っかったらマジ強いですからね、これで。スケルトントラップもね無視できるんで、レイジ状態で一気に押し切っていって、このまま旋回と。ロイヤルチャンピオン能力まで残ってますね、これとんでもねえな本当に、というね全開撃でした。はい、ということでですね、序盤にあの突撃艦イエティを当てるタイプのディガホグ、まあ、ないしは、まあ、最後ホグラッシュ、クイヒーホグでしたけども、っていうのは、まあ、時間切れのリスクは多少あります。なんですけど、あのしっかりね、そのリスクをケアしながら、クイヒーを長く見すぎない、まあ、大体1分40秒ぐらいになってくると危なくなるんで、1分50秒とかそれぐらいで、ディガホグがこう展開できると結構いいと思いますけども、まあ、今回はね2分58秒結構ギリギリなんですよね。突撃艦 ET 型はこのギリギリが起きやすいので、まあ、そこだけちょっと注意をしてもらいながら、時間をね巻くっていう意識を持ってもらいながらでも使ってもらうと、投下弊社型よりもあの安定感っていう意味で、まあ、時間の面での安定感強さっていうのは、落ちるんですけども、一方で食い火を生き残らせる、逆走させないっていう部分に関する安定感は圧倒的に突撃艦型の方が高いので、ぜひねタウンホール14でも、使えるこの戦術、13で強くないわけがないですから、ガンガン使ってみていただけたらというふうに思います。そして14でもね、この戦術の基本が抑えられていれば、全然上がってもすぐ通用しますのでね、タウンホール14でも楽しんでみてもらえたらというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、タウンホール13を中心にしたディガホグの話をさせていただきました。どうでしょうか、こんな形で僕のチャンネルクラン対戦の解説の動画中心にやってます。タウンホール13、14メインで行っておりますので、いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴どうぞよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。